Hey guys, I'm Jin. どうも、ようじんです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日はですね、はい、こちら一さんの商品ですね。グリスターという商品ですね。グリスタースーパーローライズジョックストラップということで、ジョックストラップですね。はい。これなんですけど、ちょっとね、形がね、特殊というか、まあ、今までエッジさんが作られてた普通のジョックストラップとちょっとね、違う形になってるんですね。なので、まあ、ちょっと開けながら説明していきましょうか。じゃあ、まずこちらね、オレンジ開けていきましょうか。あ、カラーがオレンジとブラックですね。はい。はい、こんな感じになっております。なんかね、置くとどういう形になってるかちょっとわかりづらいと思うんですけど、ですね。で、生地がね、あんまいつも使われてないような感じの生地ですかね。消化プリントの生地じゃなくても、生地自体が、ちゃんとオレンジになってるような生地になってますね。感じで。はい。まあ、配分はいつもと一緒かな。ポリエステル、ポリウレタンの生地ですね。はい。はい。で、こんな感じになってるんですけど、これ入ってから、まあ、説明した方がいいと思うんですけど。こういう感じで履くんですね。わかるかな太もものところにね、この線が来るって感じですね。で、後ろはまあ、ジョックストラップになってるっていうようなデザインのやつですね。はい。まあ、なんか、こう、ちょっとね、鈍いオレンジというか、あんまビビッドな感じではないオレンジですかね。うん。なんかちょっと落ち着いた雰囲気がするかな。あんまりこう蛍光色ではないというか。うん。な感じのオレンジですね。はい。で、ゴムはね、ライブライフオンザエッジっていう、はい。デザインになってるやつですね。はい、じゃあ次、黒を開けていきたいと思います。はい。続きましてこちら、ブラックですね。はい、こんな感じですね。はい。こっちの方が分かりやすいですかね。なんかね、ちょっと、ラバーっぽい雰囲気の、ツヤのある、なんて言ったらいいんですかね。濡れたような光沢っていうか、うん、エナメルっぽいというか、そういう感じのね、光沢のある生地ですね。はい、結構薄いかな。これもしかしたら、ワンチャン、透けたりするのかな。ちょっとあれですけど。はい、こんな感じですね。あ、こっちの方がなんか光沢が分かりやすいかもしれないですね。すごいテカテカの生地ですよね。うん。なんかエロい感じがして、いいと思います。はい。じゃあ、早速こちら、履いて、あ、そっか。これもあれですね。ケツ割れなんで、ちょっとお尻はね、YouTube じゃ見せれないかもしれないんで、また他のサイトに投げるかもしれないんで、もしよかったら Twitter とかからね、飛んでもらったら見れると思うんで、はい、見てもらったら。じゃあ、こちら、履いていきたいと思います。はい。まずは、オレンジの方ですね。はい。ここがね、間抜けてて、紐だけになってるっていう、ちょっとね、変わったデザインなんですね。あ、で、そっか。お尻はちょっとね、見せれないんで。はい。ここまでになります。はい。こんな感じですね。じゃあ、次、ブラック履いていきたいと思います。はい。続きまして、こちら、ブラックですね。ちょっとね、さっきオレンジは上向き収納にしてたんですけど、ポーチがね、まあなんか、どっちかというと多分下向きに収納するためにできてる感じなのかなっていうのがあったので、下にも入れてみました。まあ上でも下でもどっちでもいけそうな感じですかね。うん。下の方が綺麗なのかな、これは。はい、こんな感じですね。はい、これもまあ、ちょっと、お尻の方はね、別のところでちょっとお見せしたいなと思います。はい。じゃあね、本日はこちら、オレンジとブラックのちょっと変わったジョックスタップですね。はい。こちらをご紹介させていただきました。これもね、すぐ売り切れちゃったのかな？まだあるのかな？ちょっとわからないんですけど、またね、こういうの出たら、はい。購入していただけたらなと思います。はい。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.